はい、どうも、お邪魔さんです。今回なんですけど、まあ、前回ね、こいつを楽勝撃破しまして、ラストの四天王に、今から挑みたいなと思います。いや、楽しみですよ。まあ、こっちはもうレベル、上がってるんでね。おー、ついにラスト1個ですよ。この緑の。おい、さあ、こっち向いたぞ。クローニアン。クローニアンダルマバージョン。うわー、かっこいいな、こいつ。ダサいけどな、正直、色合い的に。ああ、角だるま。ここは第9の試練。まずはここまで来たことを褒めてやるぜ。まさか俺以外の四天王を全て倒してくるとはな。うひゃー、なんか強そう。確かにな。角ー、言うたんずっと。俺は四天王の最後の一人。角だるまだ。戦う覚悟はできてるな。もちろんです。行きますよ。こいつを倒せばついに最上階ですよ。絶対に負けられませんね。ああ。ふん。そう簡単に行くと思うなよ。いやー、思ってないってこいつ。鬼、鬼ってことはもう。こいつ多分強いやろな。ドルルルル、角だるまね。まあ、こっちも最強のプラチナ鬼というね。最強の妖怪がいるんでね。いきなりやばい。よし。いきなりやばいって。落ち着こう。とりあえず落ち着いて、多分、取り付きとかはないやろから。ん？どういう攻撃？これだけだよ、ね。これだけやんな。いきなりバーンって来るとかやめろ。よし。あぶな！そういうことね。オッケーオッケー。いけるぞ、これ。やばい。これやばいで。でも回復おらへんよ、俺。やばいぞ、これ。回復おらへんに、きつない。てか、最後行ったとしてもやん、これ。スノースタンプなんなんあれ、マジで。あれ強すぎやろ。スノースタンプだけはかわせへんから。逃げろ。え？マジで？え？そういうこと？きつい。な、これやばいな。これやばいですね。いやー、ショットガンでしょ。はい、来い。こういう時に、はい、来てくれ。なんで来へんねん。いける。粘れ。全部与えたらいける。どれぐらい減った？もうちょいいるな。これこっからなんか移動するとやばい。こんなん無理やん。いや、これ無理ですって。これはあかんやろ。こいつ強っ。こんなんやん、しかも。ダメージえぐすぎやろ。このスタンプの範囲もようわからんしな、もう、正直。こいつめっちゃ強くないか。使っとっても無理やって。これまだ移動せん方がいいんか。黄色で移動してくれんだっけ。あ、ここはいけるわ。最後のボス行きたいって俺。いけ。こいつマジで強いわ。よし。でも粘るしかないな。あ、もうやめよう。こんなに商売したら。これもう移動できんやんなるからね、こっから。アイテムですか？つまらないものですが、力をアップ。取りに行くか。よっしゃ、ブラスト使おう。こういうの大事だで。下手し、ここ勝てばなんかワンチャンあるかもしれへんと思って行くしかない。くっそ、角だるま勝ちたい。はい、来い。ここで、はい、来い。もう。やばい、外した。
はい、はい。くそー。あかん、マジ。なぜなぜ。なんか。頼む。間に合い、間に合い、間に合い。よし。これで勝ちたい。ワンチャンあると思うんだけどな。プラチナボディさえ残ってくれたワンチャンある。なかったか。うーわ、きついな、これ。攻撃がおらんかったら。こいつ強いわ。ブラスターだけで勝ちたいけどな、もう。うーわ、きつい。負けたー。いやー、こいつ強いな。もっとパターンを読んどかなんて勝てんわ。こんなところで負けるなんてちょっと予想外だに。アイテムちゃんと買っておくとこうなる前に役に立つだによ。関係なかったけどアイテム全く。最後使われへんわけやから。あー、ミスったー。絶対プレイング次第では勝て取ったと思うやな。いや、あいつのパターンがあんま読めないんですよね、スタンプのやつは。もうちょいなんか癖を見抜いたら勝てるかもしれないですね。レベル自体はもう高いんでね。これ以上上げようがないんで。まあもうちょいちょっとなんか練ってから、ちょっとリベンジしたいなと。あーマジか、裏ボス行きたかったな。まあまあ次回ね、また、次やるときはあいつからね、リベンジして、勝ちたいなと思います。というわけで今回は、いや惜しかったですけど、惜しくなかったけど、いやもうちょいですね、プレイングをもうちょい向上させて、臨みたいなと思います。というわけで今回は終わります。ありがとうございました。